今彼が閉められなくて困っているのがこれ、厄介ファスナーです。このファスナーは上下2つのスライダーがついているのが特徴です。閉めるときには2つのスライダーを下まで下げて、帳棒を根元までしっかりと差し込み、右手で押さえながら左手で上のスライダーを上げます。下のスライダーを上げると逆からも開けられます。これが厄介ファスナーの特徴です。右側はオープンファスナーといって、よく使われているタイプのファスナー。左側の厄介ファスナーと比べてみてください。ちょっと違う2種類のファスナーですが、どちらも帳棒をしっかりと差し込んで閉めてください。しっかり差し込んで閉める。なるほど。